こんにちは、ゆうすけとひろです。今回は今年最後の12月29日肉の日ですね。肉の日発売される CCP マスキュラーコレクションのご紹介です。はい、それがこちらのブロッケンジュニアと筋肉マングレートと、いうことになります。トイズキングの TBS ジャパン限定でこちらの2体が発売されます。そしてこちらは CCP マスキュラーコレクションのナンバー EX ブロッケンジュニアバージョン 2.0 軍服1982年18号ジャンプの表紙カラーのパールグレーバージョンということですね。こちらのブロッケンジュニアは数量限定の発売となりますね。そして CCP マスキュラーコレクションナンバー33筋肉マングレート初代豪華のクソ力バージョン、こちらは限定50体の発売となりますね。50体、はい、ブロッケンジュニアが数量限定で、はい、筋肉マングレートが50体限定。そしてですね、はい、この動画の終盤にはプレゼントキャンペーンも やりますので、ぜひ最後まで見ていってください。これは見ないといけないですね。そうですね、はい、ではまず1体目のブロッケンジュニアの方から紹介していきたいなと思います。はい、ブロッケンジュニアはドイツの名門ブロッケン一族の超人でブロッケンマンの息子ですね。ブロッケンマンはラーメンマンに体を引きちぎられて結構初期でブチってちぎられてますけども、そのすぐ後に息子のブロッケンジュニアが登場してきました。ブロッケン一族は生まれながらの超人ではなくて本来は人間であると、幼い頃からの厳しい訓練に耐えて一人前と認められた者は18歳になると親からドクロの勲章を与えられ、それを身につけることで超人として活躍することができる。そのため勲章を外すと人間の肉体に戻ってしまいます。ブロッケンジュニアに関しては、はい、1982年、18号ジャンプ表紙カラーで既に何体か発売はされてるんですけども、あ、そうですね、はい、実際に出てますよね、何体かね。出てますね、色違いとか、まあ、はい、出てますね。そうですね、はい、今回はパールグレーバージョンということですね。なのでパールグレーというところがちょっと違いますね。そうですね、限定というところで、はい、はい、限定カラーカラー、はい、なのでグレーバージョンというのは発売されてるんですけども、うん、今回はパールグレーということですね。はい、サンダー氏造形によるベルリンの赤い雨の発動前をイメージしたバージョン 2.0 なんですが、 CMC シリーズならではの超人が実在したらというイメージが抜群に伝わってくる躍動感あふれる造形になってます。顔の表情、右足を後ろに引いた低めなポーズ、シュッと伸びた指先と手の甲の血管から今にも動き出しそうなかっこよさがありますね。ぜひソルジャーとも合わせて飾りたいですね。塗装については別カラーで原作カラーのグリーンやメタリックカラー、騎馬地獄バージョンなども出てますが、パールグレー塗装の良さはこのポージングだからこそ引き立つのではないかと思います。光の当たる部分にしっかり光沢が出て、技を発動する前の特別感がかっこよく表現されています。めちゃくちゃいい感じです。そうですね、このポージングだとか造形っていうところがやっぱりこう CCP さんのクオリティっていう感じはしますね。そうですね。そして2体目なんですけども、こちらが筋肉マングレートの紹介ですね、はい、CCP マスキュラーコレクションナンバー33筋肉マングレート初代ですね、はい、豪華のクソ力バージョンと、いうことになります。こちらのグレートもマスキュラーコレクションの中ではすでに発売はされてるんですけども、今回は豪華のクソ力バージョンというところの限定ですね、はい、筋肉マングレートの初登場は夢の超人タッグ編ですね。謎の覆面超人なんですが、その正体はプリンスカメハメハです。筋肉マンの師匠ですね。筋肉マンを救うために宇宙超人タッグトーナメントに参戦した超人です。実は筋肉マングレートは4代目まであります。と1代目は先ほど話した通り筋肉マンの師匠のカメハメハで、師匠ということもあって実際に強いですね。そして2代目はテリーマンですね。テリーマンの身代わりでカメハメハは死んでしまってテリーマンが受け継いでいます。そして3代目がカオス・アベニール、4代目はケビン・マスクと、3代目からは筋肉マン2世の話になりますね。3代目は一番弱いんですけども、いろいろあった後に強くなっていきますので、このあたりはぜひ読んでみてください。筋肉マングレートといっても4代目までありますが、今回ご紹介するソフビフィギュアは初代ということですね。こちらの筋肉マングレートもいろいろなバージョンですでに発売はされてるんですけども、初代豪華のクソ力バージョンは限定で初めてとなります、はい。グレートは先ほど紹介したブロッケンに比べると、一見シンプルに見えると思うんですけども、筋肉の造形がめちゃくちゃ素晴らしいです、見れば見るほど引き込まれる作りとなってますね。そうですね、はい、タンクトップがあることによって肩から腕へあふれるような分厚い上半身が強調されていて、初代グレートならではの鍛え抜かれた筋肉の魅力が伝わってきます。またグレートといえばパンタロンなんですが、幅広に作られているパンタロンにもかかわらずちぎれんばかりの極太なももの筋肉の造形がすごいです。
この足回りの筋肉があることによってグレート全体のバランスが魅力的なフォルムに仕上がっていると思います、はい、シンプルだからこそ引き立つサンダー造形さんによる筋肉の造形美ですね。塗装については豪華のクソ力カラーがめちゃくちゃ似合う造形ではないかと思います、うん、グレートの黒の筋肉マンマスク部分とシューズは少し暗めな色で塗装されています。そしてウエスト部分とパンツの横のライン部分が艶消しのベージュで塗られることによってクリアフィギュアのいいアクセントになっているのかなと思います、はい、グレートも様々なカラーリングが発売されていますが間違いなく豪華のクソ力バージョンは相性が良くて造形もより引き立って見えるかと思います。ということで CCP マスクラコレクションの2体を簡単ではありますけどもご紹介させていただきました、はい、そして今回これまでにご紹介させていただいた他の4体の CCP マスクラコレクションのソフビフィギュアもご紹介させていただきます。それがこちらからマリポーサ、フェイスフラッシュ、そしてザ・ニンジャとジャンクマンということになりますね、うん、残念ながらマリポーサだけはもうすでに売り切れてしまったんですけども、はい、他のフィギュアはまだ購入が可能となります、はい、やっぱりこうやって並べてみると筋肉の造形なども含めてクオリティの高さをやっぱり感じますし、集めてこういう風にバッと並べてみるとまたそれも楽しみの一つではありますね。そうですね、やっぱ数あるといいですね。かっこいいですね。より映えて映えますね、うん、TBS は詳細欄から飛べますのでぜひこの機会に TBS ジャパンを覗いていってください。はい、ぜひ。そして冒頭でもお伝えしたように今回はプレゼント企画もあります。おー、はい、バチバチバチということですね、はい、今月2020年の12月29日肉の日ですね。肉の日21時から筋肉マングレードとブロッケンジュニアが発売されます。はい、発売開始ですね。そうですね。プレゼント企画の応募方法は Twitter でTBS ジャパンをフォロー&リツイート、この2つをしていただけると誰でも参加可能になってます、うん、今回のプレゼント商品はご紹介させていただいた筋肉マングレートとブロッケンジュニアの2体になります。おお、はい、こちらの2種類を各1点ずつ2名の方にプレゼントさせていただきたいなと思います。はい、締め切りは2021年の1月2日の23時59分までということになります。来年ですね。来年ですね。年越して2日ですね。2日ですね、はい、そして12月29日の21時から筋肉マングレートとブロッケンジュニアが発売されるんですけども、うん、その時に TBS ジャパンのツイッターからプレゼント企画をツイートしますので、はい、そちらをフォローとリツイートぜひよろしくお願いします。お願いします。誰でも参加可能なので、はい、ぜひぜひ覗いてみてください、はい、ということでこちらのチャンネルでは、うん、おもちゃやブランド品の偽物と本物の見比べ動画、コスプレイヤー様やメーカー様とのコラボ動画、そしてソフビやソフビ作家のご紹介やレトロ玩具のご紹介と、はい、いった形でやっております、うん、今後もおもちゃ屋さんとしていろいろな企画をどんどんアップしていきたいと思いますし、プレゼント企画もやっていきたいなと思います。もしよろしければチャンネル登録や高評価ボタンをポチッとしていただけるとありがたいです。お願いします。次の動画もまたよろしくお願いします。では。